やっぱさすが、イケメンだけあって太いね。はい、ラーメン食い行きましたよ。今日は麺の香りですね。はい、行きましょう。うわ、結構辛い。辛いよ。ラーメン好きよね。昨日も食べた。昨日も食べたの。ここは結構好きなの。好き。よく来る。たまに一人でも来ます。うん、そう、あんなに一人で来れるのいいよな。え、なんか行き嫌うまだな。ラーメン屋？え、どこも行き嫌う多分一人で。え、俺一人で全然行くといけない店の、うん、俺の、あの、目安。うん。カウンターがあるから。確かに。じゃあそれはそう。一人で座りたいの。だからジョイフルには一人で嫌いなの。なるほどね。うん、でもカウンターのラーメン屋さんぐらいじゃない。いやだからあれは行ってる。寿司。回転寿司。は俺一人で行ってる。全然行く。マジで？ちょっと待って。はい。マスターね。ザ、ラーメン、うん、このスープ、絶対美味しい。じゃあ、まずスープから。スープはインサート、インサート、トロトロですね。面白い。結構泡だくの梅ランチの半魚団とご飯です。はい、これが昼のランチセットですね。餃子すげえね。カネちゃん、カネがすごいね。とご飯、マスターはラーメンとご飯を一緒に食べれる人なんで。いや、それすげえな、絶対無理。わんぱく。いただきますか。はい、どうぞ。え、食べたい。一人暮らし野菜不足やけんな。餃子のタレどれ。これ美味しいらしいです。まだ初めて食べるの。え、初めて食べる。はい、はい、食べてください。お、やっぱさすが、つけ麺だけあって太いですね。うん、うん、いただきます。熱い。なんか冷たいのもあるらしいね。うん、美味しい。比べる。魚介のカツオの出汁がよく効いています。おお。ちょっとそれっぽいこと言った。だいぶ慣れてきた。食レポ。鼻から抜ける香りが美味しい。結構でも麺がすごいね。ガシガシして。
メガネがめっちゃ曇る。二人ともラーメンはすすれる派、女子結構多いよね。でもすすれない人、うん、あのちゅうか日本人だけらしいね、あすする文化、うん、だうん、外国の人は特に欧米系とかはもう全然だけん、あのあそうそう、カップラーメン、カップヌードル、うん、あれかアメリカとかでも売ってるらしいけど箸で食べないから、フォークか、うん、フォークであのパスタみたいに巻きながら食べるらしい。イメージある。今日もこのラコちゃんの斜め食いにこれ炎上っぽい。斜めで食うなよ。なんもできんや。固定でそういうの。斜めで食うなよ。でも確かにあのノート斜めで書く人おったよな。それな。はい、食べ終わりました。完食。どうでした？美味しかった？美味しかった。はい、お腹いっぱい。お腹いっぱい。めっちゃお腹いっぱい。はい、じゃあ一回出ましょうかね。はい、ごちそうさまでした。はい、ラーメン食べてきました。イエーイ。今日はあの伊達店長がですね、こちらに移動されたということで急遽麺を買う高城にやってきました。お腹すいた。はい。早く食べたい。早く食べたい。ちょっと落ち着いてですね、ここで一つ小話を。はい、行こう。いいよ。やーい。お疲れ様。珍しい組み合わせですね。そう。飯。ジョイフル。ジョイフルよく。あ、そうか。日中があんまない。うん。そう言われると、お水は誰と絡んでも珍しいんだよ。そうなんかな。みさっちゃんもそうだね。日中はね、日中は出らんかも。初めて来た。うん、私もずっと気になってたけど、初めて。こってり好きにはならない。めっちゃ好き。こことはね、そこな。こっち前の福屋公園。あ、福屋は行くよく。味玉味噌豚骨。はい、はい、どうぞ。はい、いただきます。そして豚骨濃厚豚骨かなのネギ抜き。はい、はい、どうぞ。いただきます。はい、美味しそう。いい匂い。やっとやっとご飯。麺、中麺、中太麺、縮れ麺です。味噌絶対熱いけんね、うん、あ、細麺や。細麺しみるな。うん、待たされたしな。帰りの道もね。うん、特製土濃厚ライン。
感じだめっちゃ味噌だね、本当に。あ、違う。違う。濃い？違う。うん。全然濃いね。飲みたい。あ、本当や。うわ。こわ。ジューシーな。うん、すげえ。食べる？そこまで、なんかすごい、今。すごいね。うん。食べてるって感じするよ。うん。ブッターって感じこれも美味しいよ、キャンプめっちゃ美味しいね、うん、やばい、日の海タレ、それが辛いやつ、どんぐらい、とりあえず5位ってことか、うわプラスめっちゃミスだ、7でヒーファー近いって言ってる、うん、おかげにミソのよ、うわ7杯にする。味噌ラーメン好きなの？うん。7でヒーファー近い。7入れたの？うん。結局？うん。でも全然違う。いや、辛そうには見えるな、見た目。うん、なんか優しそう。うん。あの時も、あれの方がまだ辛そうに見える。うん。あ、全くやった。え、何が辛いんですか今、うん、いいですか、うん、いい、全然辛くない、あ、辛くないのもいい、うん、なんか香りが違う、うん、香りが、え、なんかこれよりさ、高菜の方が辛かった、うん、まあ味が、うん、まだなんか全部入れてるの悪いか、悪いか残しとかな、結構の量ありましたけど高菜入れて、いいと思う、めっちゃ辛そうやん、すごい大丈夫、でもこの間のラーメンの方が辛い、うん、すごいな、え、これの方がいい、ちょっといけるか、麺も食べてみる、いいよ、だから匂いがさ、なんかちょっと、うん、辛い、見た俺のちょっと味わった、うん、濃かったよ、濃かった、めっちゃ全然違うね、うん、はい、また来ましょうね、はい、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、はい、食べ終わりました。
美味しかった？美味しかった。はい、また来ましょうね。また来ましょう。伊達おらんかったけどね。俺だけ来たよ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。引き返しない。食べるけど。何だ、うん、存在意義が。え、食べたい。これ。